ナンバーアンダーラインアイン、焦点パネル店レポ。メンバーの私服姿も。ナンバーアンダーラインアイ、脳一おすすめ曲ランキングトップ5。あなたの推し曲はランクインしてる。ナンバーアンダーラインアイという名を聞くと、ファンたちの心は自然と高なる。彼らはただのアイドルグループではなく、その存在自体が一種の現象となり、ファンの心を強く引きつけている。平野翔、ガンユータ、 神宮寺雄太、この3人が集まったとき、まるで魔法がかかったように、音楽、ダンス、そしてそのカリスマ性が絶妙なバランスで融合する。彼らはそれぞれが独自の魅力を持ちながら、グループとしても完全に調和しており、常にファンに新しい体験を提供し続けている。彼らのデビューからわずかの間に、彼らの人気は急上昇し、瞬く間に日本国内外での注目を集めた。だが、 この成功は単なる運ではなく、彼らの情熱、努力、そしてファンとの深い絆によるものだ。彼らの最新プロジェクトであるファーストフルアルバム、ノーイチは、その魅力を最大限に引き出し、音楽シーンに新たな風を吹き込んでいる。タワーレコードとのコラボレーションも発表され、衣装展とパネル展が開催されることが決定。ファンにとっては夢のような企画であり、その反響は驚くべきものだった。 SNS 上では、多くのファンが、見に行きたい。整理券取れるかなといった興奮の声を上げており、その期待感が伝わってくる。衣装展やパネル展といったイベントは、ただアルバムのプロモーションに止まらず、ファンとアーティストの絆をさらに深める貴重な機会となる。特に、ファンが彼らの衣装を間近で見ることができるという点は、アーティストとの距離感を縮め、より親しみを感じさせる要素となっている。 ファンは、ステージ上の彼らの姿を想像しながら、そのディテールに込められた思いや努力を感じ取ることができるのだ。衣装はただの服ではなく、彼らの個性やパフォーマンスの一部であり、それを見ることでファンは新たな感動を得る。これまでのイベントでも、衣装展示はファンにとって非常に人気が高く、今回の企画もまた多くのファンを引き寄せるだろう。しかし、こうしたイベントやプロジェクトの成功には、 背後にあるファンとの強い絆が不可欠だ特に、ナンバーアンダーライン愛のファンはその団結力で知られており、彼らの SNS 活動やイベントへの参加は常に熱心である。ファンの声が直接的にイベントの企画や運営に影響を与えることも少なくなく、その熱意はグループのさらなる成長を後押ししている。ナンバーアンダーライン愛のメンバーも、常にファンへの感謝の気持ちを表明しており、 この相互の信頼関係が彼らの成功の原動力となっていることは明白だ。だが、ここで興味深いのは、ただファンとの絆を築くだけではなく、彼ら自身もこのプロセスを通じて成長しているという点だ。平野翔岩優太、神宮寺優太のそれぞれが、グループとしての活動だけでなく、個々のプロジェクトやチャレンジにも積極的に取り組んでいる。例えば、 平野は映画やドラマでの俳優活動を通じて新たな一面を見せ、騎手は音楽プロデューサーとしての才能を開花させている。神宮寺もまた、そのカリスマ性を生かした幅広いメディア出演で多くの支持を得ている。こうした多方面での活躍は、グループの枠を超えた彼らの可能性を示しており、ファンにとっても刺激的な要素となっている。さらに、彼らの活動は音楽業界だけでなく、社会的な影響力も持ち始めている。 特に若い世代に向けたメッセージや行動が注目されており、彼らの影響力は単なるエンターテインメントにとどまらない。例えば、環境保護や社会貢献活動に積極的に関わる姿勢は、多くの若者にとってロールモデルとしての役割を果たしている。また、彼らのパフォーマンスに込められたメッセージやストーリー性は、観客に深い感動を与えるだけでなく、現代社会の問題や課題について考えさせるきっかけにもなっている。 一方で、彼らが直面する課題も少なくない。グローバルなファンベースの拡大に伴い、異なる文化や価値観に対する理解や対応が求められている。特に、海外での活動が増える中で、彼らのメッセージやパフォーマンスがどのように受け取られるかは重要な課題だ。また、急速な成功によるプレッシャーや期待にどのようにいられていくかも、今後の彼らの成長において重要な要素となるだろう。 彼らがどのようにしてこれらの課題に対処し、さらに高みを目指すのか、その未来はますます興味深いものとなっている。とはいえ、彼らのこれまでの歩みを見れば、こうした課題もまた彼らの成長の一環であることは明らかだ。常に新しい挑戦を恐れず、ファンとの強い絆を武器に前進し続ける彼らの姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えている。これからも、彼らは音楽、パフォーマンス、 そして人間性において進化を続け、ファンにとって唯一無二の存在であり続けるだろう。ノーオイチのリリースに合わせて開催されるイベントやプロジェクトは、彼らの現在の成功を祝うだけでなく、未来への期待感をも示している。ファンにとっては、彼らの活動を応援し、成長を共有することができる貴重な機会だ。これからもナンンバーーアダインアイは、その名の通り、常にトップを走り続け、 ファンと共に新たな物語を紡いでいくことだろう。ファンにとって、彼らとの旅はまだ始まったばかりであり、その先にはさらに大きな驚きと感動が待っているに違いない。ナンバーアンダーライン愛の旅は、その最初の一歩からすでに特別なものだったが、これからが本当の挑戦の始まりかもしれない。これまでの成功に満足せず、彼らは常に新しい目標に向かって進んでいる。ファーストフルアルバム ノーチのリリースは、ただの音楽作品ではなく、彼らの成長と進化を象徴するものだ。このアルバムには、彼らがこれまでに経験したさまざまな感情、挑戦、そして勝利が詰め込まれている。ファンにとっても、彼らの音楽を聴くことは単に楽しむだけでなく、彼らの旅の一部を共有する行為であり、心のつながりを深める瞬間となっている。特に 音楽業界が急速に変化している現代において、ナンバーアンダーライン愛のアプローチは非常にユニークだ。彼らは従来のアイドルグループの枠を超えて、自分たちのスタイルやメッセージを強く打ち出している。それは、単に見た目やパフォーマンスだけでなく、彼ら自身の考えや価値観、ファンとの対話を大切にする姿勢に表れている。彼らの SNS 活動やインタビューでの発言からも、ファンへの感謝や共感が深く感じられる。 それが彼らがこれほど多くの人々に支持される理由の一つでもある。また彼らの音楽の中には日常の中で感じる喜びや悲しみ、希望や挫折といった感情がリアルに描かれておりリスナーにとって共感しやすいものとなっている。それは彼らがただステージ上でパフォーマンスをするだけでなく一人の人間としての姿を見せているからだ。彼らが感じる感情はファン自身の人生とも重なり共感を生む。 特に、若い世代のファンにとって、彼らの音楽は心の支えとなり、勇気を与えてくれる存在だ。しかし、彼らの活動は国内にとどまらず、今やグローバルな展開も視野に入れている。これは新たな挑戦であり、異なる文化や言語を持つファンとのつながりをどのように築くかが鍵となる。すでに、海外のファンも彼らの活動に強い関心を寄せており、 SNS を通じたグローバルなコミュニケーションがますます重要になっている。音楽は国境を越える力を持つが、その背後にあるメッセージや感情をどのように伝えるかは、新しい挑戦と言えるだろう。彼らがどのようにして国際的な成功を手にするのか、その未来には大きな期待が寄せられている。さらに、彼らが個々に取り組んでいるプロジェクトも注目されている。平野翔は、 俳優としての活動を通じて幅広い層に認知され、彼の演技力は高い評価を受けている。ガン・ユータは、音楽制作やプロデュースの才能を発揮し、裏方としてもその力を見せつけている。そして神宮寺ユータは、バラエティ番組やメディア出演を通じて、そのカリスマ性を発揮している。彼らの多面的な才能は、グループとしての活動だけでなく、個々のキャリアの成長にも大きな影響を与えている。 これらの活動を通じて、彼らは単なるアイドルグループではなく、一人一人が独立したアーティストとしても成り立っていることを証明している。これは、アイドルという枠組みが進化している現代において非常に重要な要素だ。彼らのような新しい世代のアーティストが登場することで、アイドル文化自体も変化を遂げ、より多様性と深みを持つようになっている。その中で忘れてはならないのが、ファンとの関係だ。 ファンは彼らにとって最大のサポーターであり、彼らの活動を支える力の源でもある。イベントやリリースの度に、ファンは熱心に応援し、彼らの成功を一緒に喜んでいる。特に今回のノ n イチアルバムのリリース記念イベントは、ファンにとっても非常に大きな意味を持つ。衣装店やパネル店は、ただのプロモーションイベントではなく、ファンが直接彼らの世界に触れ、その情熱を感じることができる場だ。 こうしたイベントは、アーティストとファンの距離を縮め、より深い絆を築く機会となる。また、タワーレコードとのコラボレーションは、音楽業界においても非常に興味深い展開だ。タワーレコードは長年にわたり、音楽ファンにとっての聖地とも言える存在であり、そこにナンバーアンダーライン愛が加わることで、さらなる相乗効果が期待される。特に、若い世代にとってはデジタル音楽が主流となる中で、 こうした物理的なイベントや店舗とのコラボレーションは新鮮な体験となるだろう。それにより、音楽の楽しみ方が再定義され、アナログとデジタルの融合が進んでいく可能性もある。今後、ナンバーアンダーライン愛がどのように進化し続けるのかは、ファンにとっても非常に楽しみな部分だ。彼らは常に新しいことに挑戦し、その過程で成長を遂げてきた。これからもその姿勢は変わらないだろう。音楽、音楽、 パフォーマンス、そしてファンとの関わり方において、彼らは常に最前線を走り続け、新しいアイドル像を築いていくに違いない。ファンとの絆を大切にしながらも、彼ら自身がクリエイティブな冒険を恐れずに進んでいくその姿勢は、多くの人々に影響を与え続けるだろう。結論として、ナンバーア,ンダーライ,ンアイは単なるアイドルグループを超えた存在となっている。彼らの音楽、パフォーマンス、 そして人間性は多くの人々に希望と感動を与えており、その影響力はますます拡大している。彼らの旅はまだ始まったばかりだが、その未来には無限の可能性が広がっている。ファンとしては彼らと共にその未来を見届け、応援し続けることができるのは幸運なことだろう。そして彼ら自身もまた、ファンの期待に応えるために、さらなる高みを目指して進化し続けることだろう。